家好，欢迎来到喜番秀，我是东京的主持人杨子。今天我们来到了东京的表参道，在我后面可以看到这个商场是非常著名的一个商场哦，特别是这个商场非常非常的漂亮，因为是在日本非常有名的一个设计师叫安藤先生他所设计的。那在里面有什么呢？除了一线品牌之外，我们还可以看到很多美食哦，欢迎大家来。こんにちは。今日買い物ですか？そうですね。そうなんですね。よく来るんです？ああ、たまに。たまに。お名前です。テル。テルさん。はい。いいですね。めっちゃかっこいいんですけど今日の話は。なんかテーマとか。今日は、僕たちが作ってるブランドで。そうなんですね。全然有名じゃない。めっちゃかっこいいです。ぜひ世界で広めてください。はい。じゃあ普段どこら辺でお買い物するんですか？中目黒とか。この辺もよく来ますか？たまに来ます。じゃあこの辺でおすすめのお店とか。あんまり。じゃあ好きなブランドとか。ゴムの。あ、そうそうそう。めっちゃいいと思います。お名前は？テル。違う。ブランドのですね。なんて読むの？呉服店。へえ、かっこいい。ロゴめっちゃかっこいいですね。じゃあこの夏ちょっとなんかやってみたい。もうやってる。あ、もうやってる。そう。さすが。セットアップ。セットアップで。やっぱ今年は短パンですか？短めの。短めですよ。いいと思います。じゃあぜひこの呉服店、呉服店を世界に広めましょう。ありがとうございました。